ちょっと嘘つこうかと思ったけど、なんかプルプルしてるし。誰でもいい。助けて。体が、ここをやってしまって、動けない。助けて。トーポなら、つららの隙間から中に入る。は、はい、はい。あ、ここでもトーポ使うんだ。トーポ生かしてどうするんだけど。プルプルしてるよ、マリタ。え？震えているようだ。どうすんの？どうすんだよ俺。なんかあんのかな？行き止まり。まあなんかあるんだ。ああ、なるほど。わかったわかった。ここのつららを落とせばいいんだ。こうだ。じゃあ反対側から回ってこれるってことだね。この回転のやつ何なんこれ。意味あるんこれ。連打するんだろう。ああ、わかったわかった。よし。これで反対側から回ってくると。プルプルおじさん、ちょっと待っててね。よし。アイスベック。ああ、襲ってきやがった、こいつら。ふざけやがって。逃げよう。うわあ、囲まれた、くそ、こいつ。アイスビックル嫌いだ。ああもうこいつ死ねえ。アイスビックル大嫌いだからな。もう絶好だわ絶好。あっ満タン満タン。よし、おい。私はオークニスの、薬師グラッド。この洞窟で薬草の採取をしていたら突然狼に襲われて、慌てて奥に逃げ込んだら落ちてひたつららに閉じ込められて出られなくなってしまったんだ。うー寒い。とにかく何とかしてまず体を温めなくては。その袋はまさか。君たち、もしかしてその袋はメディという人から預かったものじゃないのか。はい。なるほど。薬師メディがこの私に渡すようにと君たちに託したものなのか。君たちその袋を開けてくれないか。あ、滑ってる滑ってる。道具。これを使う。うん、見慣れない薬草が入っていた。多分ヌーク草だよね。うん。本来なら、薬湯にして飲むもんだが生のままでも。うん。そのまま食べてしまった。やっぱりヌークソウは生で食べるものじゃないな。
まあ、粉になってなかっただけマシか。あれは目や鼻に入ったら、ひどいことになる。とにかく、体温まった。ありがとう、君たちのおかげだよ。それと、あの人のおかげか、まさかこんなことが起こるのを察していたわけじゃなかろうか。ところで君たち、オークニスに戻るつもりなら私も一緒に連れて行ってくれないか。いいよ。うん。帰り道はまたあの狼に襲われたら危ないからな。危ないからね。まあ、何もリレミとして帰っていいのこれ。僕なんかあんのかな。ああ、何もなかったか。トーポが言っただけだから。じゃあ、リレミと。置いてくやつついてきてるよね。大丈夫？ああ、よかった。今、暗転が長かったから、ちょっと焦った。オカミだね。こいつら、私が出てくるのを待ち伏せしてるのか。それにしても、こんなにいるなんて。君たち、オカミだと思って油断するなよ。こいつら、ただの獣じゃない。はい。まあ、けど、所詮雑魚戦だから、ね、ドルマゲス倒したエテポンゲさんですよ、うん、こんな奴らには負けませんよ。行ってこいハイパーポンゲモンスター頼り力溜め込んで、あ、余裕だね。もうキラーマシンちゃんたちがいたら余裕だよ。レーザー撃っちゃって、レーザーいいね、いいね。ああ、強い強い。安心して見てられるわ。まあ、安心感がもう。やっちゃって、もう。もうレーザーでいいよ。レーザー4発でいいよ。はい、強い。勝ったね、俺。3ターンで終わるんじゃない？溜めた攻撃でそれか。レーザー！まあ、やる。終わったな。ナイスパンチ。最強だね。わ、助けてくれ、君たち。何やってる。なんで私ばかり狙うんだ。あ、そういうことか。レオパルドが操ってんのか。そのものではない。確かに賢者の血を感じるが違う。本物は別にいるはず。真の賢者を探すのだ。なるほどね。だから狙われてたのか。真の賢者だって。いや、まさかな。そんなことあるはずが。ってことはやっぱメディーばあちゃんが危ないということだね。一回とりあえずルーラーで、オークニス戻っていいよね。ようやく戻ってこれたか。ありがとう。本当に世話になったね。ところで、迷惑ついでにちょっと君たちに話しておきたいことがあるんだ。ここじゃなんだから、とりあえず私の部屋まで行こう。話はそれからだ。はい。あ、移動してる。ウェクシム。通行の邪魔になるから、この酔っ払いをとにかくここまで移動させたんです。ああ、重かった。何キロぐらいあるんだろうね、この人って、ね。ガタイだけはほんといいよね、役に立たないけど。ドラクエシリーズでほんとこいつ役に立たないけど、ガタイだけはほんとにいいよね。うん。
役には立たんけどさ。とりあえず、これを右の右だね。右の右の右。あ、うーす。うん。この BGM 好き。さて、まずは私と薬師メリーの関係について話しておかなくてはならないね。隠していたわけではないんだが、実はあの人は私の母親なんだ。なんとなく分かってたけど。あの山小屋の裏にある遺跡、本当なら私は母の後を継いで、あれの守り人になるはずだったんだよ。それがどうしてこの町に暮らしているのか、私は家を、母を捨てた人間なんだ。私は母から学んだ薬草の知識を人々の役に立てたかった。だが、あの山奥にいたのではそれは難しい。そこで私は家を出て、このオークニスで薬師として人々のために尽くす道を選んだんだよ。まあ、それも別に間違いではないよね。うん、夢を叶えても私の心は晴れなかった。母一人を残して家を出たことが後ろめたかった。連れてきたよ。あ、けど連れてくるわけにはいかんのか。守らなきゃいけないもん。君たちが母からあの袋を託されて私の前に現れたんだ。本当に嬉しかったよ。母が私の生き方を認めてくれたような気がしたからね。いつでも子供のことを見守り、その子を守っていれば、その子が困っていれば助けようとする母なんていう、親なんていうのはそういうものだよ。で、身の上話をするためにわしらをここまで呼んだのかね。何か頼みでもある様子じゃったが、ああすまない。実は母に関わることでどうしても気になることがあるんだ。君たちも聞いただろ。狼に襲われた時に聞こえたあの不気味な声。あの声は私のことを示して、指して、賢者の血を感じるが違うと言っていた真の賢者を探している友。実は私の家系にはかつて暗黒神を封じた賢者の一人の血が流れているんだ。そして同じ血を引く者は私以外には母しかいないのです。いないはず。ならば真の賢者というのは。そう考え始めたら母のことが心配になってきてね。とにかく様子を見に行こうと思うんだ。そこでどうだろう、君たちも一緒に行ってくれないか。正直私一人では心細いんだよ。よかろう。メディーばあちゃんには世話になってるからね。うん。誰か来たよ。あ、これさっきのやつじゃん。役に立たないやつ。気持ち悪い。あれや、死ぬわよ。俺は死っちゃうな。こういうわけだ。すまないが、私の方はしばらくここ離れられそうにない。必ず後で追っていくから、君たちは先に母のところへ向かってもらえないか。何もなければそれに越したことはないんだが、とにかく頼んだよ。はーい。中古ドランで、この役立たずがちょっと来ちゃったから、先に向かえってことですね。じゃあ一回セーブして、飯食ってからまたやろうか。うん。はい、では、次は、次パート、メディばあちゃんのところに一回戻ります。はい、では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ドラゴンクエスト8縛り実況、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい。では、続きからね、やっていきまーす。前回は、名前忘れちゃった。名前忘れちゃった。誰だ？オックス？オックスじゃない。誰だ？メディばあちゃんの、息子さん。うん。を助けてあげて、で、狼に襲われて、お前じゃないと言われ、メディばあちゃんが危ないよって言うから、じゃあ、メディばあちゃんのとこ行こうかって言って、で、筋肉の役立たずが、
風邪ひいて、で、先に行っててくれっていうことなんでね、先に行ってみましょう。ねえ、我ながら、何？いい説明だったね。実に、何が言いたいんだよ。行こう。呪文。ルーラのポイントって設定されてたっけな？あ、あるね。メディーバーさんのいい、ここ。じゃあ、行きましょう。ルーラ便利。なんかここ入ってくるとちょっと暗いよね。なんで？うん、特に何もないけど。大丈夫かなっていうか、ばあちゃん。おお、ビーム、さすがにちょっとびっくりした、今。さすがに。あ、ちょっと、え？マジで？やるか。やろう。作戦。ガンガン呪文使うなじゃなくて、命、いや、バッチリにしとこうか。くくるバッチリで。おいき。やばいね、これ。もう、ばあちゃん。ばあちゃんもう、こいつらの、胃の中に、バラバラになって、赤ずきんちゃんみたいな、赤ずきんちゃん的な感じ？ねえ、おばあちゃんのお口はどうしてそんなに大きいの？それはね、遺伝的な問題なんだよ！ばあちゃん。おばあちゃん、うわ。なんかシンボルエンカウントになったからなんか、ちょっと不思議だわ。ああ、当たっちゃった。まあ、倒さなきゃいけないんだろうね、これ全部。よし、倒していこう。いや、ほんともうこの、上位呪文を覚えたから、戦闘もほんとだいぶ楽になったわ。呪文はね、装備関係ないからね。あ、多少なり賢さとかは影響するのかもしれないけど。うん。全然ダメージ、いいダメージ入るからね。力をため。死ね！あ、まだ？はい。うん。頑丈。満タンしよう。はい、いないね。おばあちゃんいないね。ああ、もうくつろいどるでよこいつら。ってことはやっぱりもうこいつらの胃の中か。遅かったわ。59。余裕。ラリホアロー。なんか落とした。魔獣の皮。あ、そう。え？魔獣の皮だったっけな。あのね、また、コメントでね、いろいろ錬金のレシピをね、いただきました。ありがとうございます。うん。